皆さんはじめまして、ナナです。本日は静岡県にあります川のホテルゴルフコース、富士コースのラウンド動画になります。ここは富士山系レディースクラシックの会場でもあり、景色が綺麗なゴルフ場としても有名なので、そのあたりも楽しみながらご視聴いただけると嬉しいです。ここ説明しましたら、私前に行って合図しますね。はい、ありがとうございます。はい、ここは4番のパー5ですね。さっきと違ってまた下りになってそう、逆、そうですね、下りの。で、試合の時は5番ホールのこのパー4に変わってるんですよ。試合の時だけはパー4でやってます。短めな。そうですね。はい、でもうちょっと前に行くと、はい、グリーンが見えますか？ああ、はい。ピン見えますね。そうです、そうです。左ドッグレッグになっていて、でここはちょっと右からの風注意なんで、まあこの抜けてくる感じ。そうですね。このまっすぐ、あの下にある木わかりますかね？ピンの右に。はい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 。それの右に落としていきたいっていうところです。230抜きなんですけど、はい。ちょっとティーショット狭い感じがしますね、見た目的に。ここ最初だけなんですよ。行くと広いです。そうなんですね。レディースよりもっと向こうは広いので。なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっと前で合図します。はい、お願いします。はい、せっかくのパー5なんで、短いパー5なんで取らないとさっきみたいなヘナチョコゴルフはできないので。それではい、ありがとうございます。じゃあここは下りで少し左に曲がっていく感じなので、まあ、今見えてるところちょうど間真ん中ぐらいを狙っていけばフェアウェイ右ぐらいに落ちると思うんで、そこを狙って打っていきます。ちょっと広い。これね、セーフなんですけど、セーフです。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。右の林のところに。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。はい、すいません、はい、ありがとうございます。よいしょ、行きましょう。ちょっとパー狙いで行きたいと思います。はい。ここからでしたら、まあ、200ヤードまではバンカーないです。はい。はい。5番アイアンもらっていいですか？5番アイアン。5番、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、あの海の木が1本ないところの方向がそうなんですけどね。はいはいはい、あ、はい。ちょっと根っこに近くて、ライも悪いですし、あと、狙っていく方向の木がかなり低くなっているので、もうとにかく距離を稼ごうとかじゃなくて、しっかり低く出していくってことだけを考えて打っていきます。ナイスアウト、ナイスショー、OK です。ありがとうございます。いいですね。完璧だったと思います。いや、いいですね、あそこ。今のはすごかったですね。すごいですね。完璧でした。はい。枝の下？当たんないのが一番重要だと思ったので、とにかく低く5番アイアンで。できました。もう出すだけで十分なので今のは。距離も稼げてそうですよね。そうですね。下りですし転がってくれてると思うので結果は良かったかなと思います。お願いします。行きます。ピンが12。そうですね。真ん中の12ヤード入ってますね。はい、海からで上げてる感じですかね。上げてますね。右からの右からアゲンスト125。ここはもうピンより手前とかの方がいいんですかね。手前、まあ、手前だともう右に
こう流れていっちゃう、流れます、まあ、若干左狙いなんですけど、うん、ピンちょっと左狙い、風がね、あ、そうですね、だからピン狙いで行きたいなと思ってますけど、ちょっと流れるぐらいの感じでいいかな、はい、いいと思いますね。なるほど、キックすると右にこう持ってかれるように作られてるような感じになる。そうなんですね、はい、3番目に高いバンカーです。あー、なるほど。ピンまで打ち下ろし入れて120で少し右から上げてる感じですね。9番でちょっと抑え気味で打っていきます。OK、ナイスショー、いいですね、ナイスオンです。ありがとうございます。でもグリーン速いともっと流れちゃう感じがあるんですかね、右に。そうですね、あの傾斜と、うん、傾斜で、はい、じゃあやっぱりできれば左目の方がいいかなっていう感じはあるんですか、ね、左だとこう右にこう流れてくれて寄っていくっていうイメージありますけど、はい、そうなんですね。ナイスです、この風の中。はい、お願いします。はい、バーディーチャンスですか。バーディーチャンスですね、ついに、本当ですね、やっと、ついにか、やっとか。ナイスです。ちょっと左から行っても大丈夫ですか。はい、お願いします、はい、この目はどういう感じですか。目なんですけど、このバンカーから今日だったらこのピンポジションに向かって、あ、この目が強いところです。あ、はい、分かりました。フックですけど、そんなに見ないところですね。あ、そうです、ね、そうですか。しっかり打ってもそんな切れないような感じですかね。そうですね、右端ぐらい、はい、目もあるから、はい、そうです、ね、重いと思います。ナイストライです。やっぱりあんま切れないですね、本当に、ね、あんまり本当目が強いですね。そうですね、うん、はい、ナイスです、ありがとうございます。ちょっとパター右に出しちゃった分かなっていう感じですけど、まあ OK パーですね。よかった、ナイスパーです。ナイスパー、よいしょ。リカバリーもしたから全然いいです、はい、です。オッケーオッケー、忘れてました、完全に。ティーショットあんなところに行ってたので全然十分です。ちょっとここ動線長くて次ショートに行きます。はい、気持ちよくないですか。気持ちいいですよね。調子入れて160ぐらいですか。そうなんです、ピンまでが163ぐらいあるんですけど、3だったんですけど、フォローですからね、うん、サイドフォローなんで150キャリーとかまでで十分なところです、うん、あ、はい、そうなんですね、はい、155がピンと思って打つ感じですかね。なるほど、はい、今日フォローサイドフォローですね、はい、横だったら結構流されますか。流されます、本当に流されます。ここよりも向こうの方が吹き抜けてるんで。ティーイングエリアとグリーンで風の向きが違うとかって、はい、ありますね。ここは大体一緒なんですけど、でもあの次のショートとか違います。はい、ここフォローだとね150ぐらいでいいんですけど、今こっちそうそうそうめちゃめちゃこうフォローですけど、グリーンはあれですね、ちょっと真横が入ってたり、横な感じですね、はい、しますね。そうなんですよ、フォローだけで見ると足りなかったりとかねしますから、はい、ちょっと右に乗せるつもりですね。そうですね、はい、グリーンセンターぐらいの感じで7番アイアンで打っていきます。
ます。ナイスオンです。ありがとうございます。これ最初160ぐらいで打とうとしたんですけど、全然大きいですね、それだと。150ぐらいでよかったですね。うん、買いました、買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかアゲンストの時もあって、アゲンストの時だと200ヤードで打ってくださいの時もあるんですよ。そうなんですか。だから5番はすごい違いますね。全然変わりますね。変わりますね。そうなんだ。そうなんです。50ヤードぐらい違って。風がくるくる巻くので、芝目も真ん中から本当に全部外を向いてるっていう感じ。そうなんですね。珍しいですよね。珍しいです。鈴木さんの秘密のメモ。いいこれ販売してるやつ。秘密の販売メモです。売ってる販売メモです。確かにこの放射線上に広がるってないですよね。あんまりないですよね。絶対目が決まってるので。そのぐらいぐるぐる風が巻いてるそうです。そうなんですね。ちょっとなんかここに通り道がねこう。あってあそこが難しくしてますけど、大丈夫です。登って下ってみたいな。そうですね。はい。お願いします。はい。ちょうどここが高いかなって。そうですね。でこう登って最後。でやっぱピンに向かうほど結構速くなっていく。そうですね。この時期ですけどやっぱり少し考えた方がいいかなっていう感じ。はい。はい。雪、はい、影ですね。ナイストライです。メリカップいっぱいです。よしよし、OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。欲しい。結構ファーストパット強気でいきましたよね。ちょっと欲が出ちゃいましたね。あ、狙いにいったって、ちょっと欲が出ちゃいました。バレますよね、さすがに。ナイストライです。まあでも取りたいですよね。そうなんですよ。ナイストライです。積極的にいきたいところでは。そうなんです。もう打たなきゃ入んない精神で打っちゃいました。はい、お願いします。はい、行きます。6番パー4ですね。またグリーン見えないコースですね。そうなんです。ここもブラインドホールで、じわじわ登っていくんですけれども、右ドック45度ぐらいにこう右ドックレッグになります。今日フォローなんでショートカットできそうな感じします。あ、そうなんですね。はい、ショートカットだとどこの方と、右のあのこんもりした木ありますよね。はいはいはい、その左狙いだともう230で向こうのフェアウェイに行ってくる。真上だと250コースって感じですかね。なるほど。真っすぐだともう220までしかフェアウェイないんで。あ、そうなんですね。はいはい、なのでショートカットでいきたいと思います。わかりました、ありがとうございます。ショートカットチャレンジですか。そうですね、まあ230が必要なっていうエリアですね。ちょっとあの木の左縁ぐらいを狙っていくような感じでショートカットでいきたいと思います。木に触ったんですけど、セーフゾーンなんで、はい、あそこは大丈夫です。抜けてると向こうのフェアウェイまで行ってるんで、一番ね少し下がりましたけど大丈夫です。落ちたかどうかですね。はい、はい、ちょっと上りなんですよね、ここも。はい、お願いします。タフなミドルですよね。そうですね。はい、
結構海からでフォローになることが多いですか？いや、フォロー珍しい。あの夏場とかこの時期とかからは少しフォローですかね。うん、冬は、ね、はい、冬は上げてるんですか？冬、春先とかはアゲンストでした。あ、はい、そうなんですね。春先とか。そしたらちょっとやっぱりタフですね。ね、そうですね。うん、この傾斜を越すのが大変という。あ、なるほど。このケアなんですけど、あのカラスがいるあたりナスか、はい、右に大きく打っていくかなんですけど、あのネット、はいはいはい、ネットよりはもっともっと左なんですけど、はいはいはい、ネットの方向もセーフはセーフなんです。うん、それかもうこっちに出してしっかり打っていくかですね。なるほど。185がエッジ、大丈夫ですか？はい、はい、こっち左側に出していく感じで5番円で打っていきます。ナイスアウト、ナイスです、うん、ありがとうございます。 OK ですね。ありがとうございます。次も狙いやすいです。ここもグリーンがね広いんですよ、すごい。あ、そうなんですね、はい、真横に42ヤードあります。あ、なるほど、はい、縦はもうしっかり感じですか？縦は20いくつあるんで。あ、そうなんですね。そうなんです。よいしょ、29あるんで。はい、手前からいくつでしたっけ？手前から15なんで、15、ピン奥ですね、はい、56で打っていきます。です、うん、ナイス、OK です、ナイス。はい、すいません、ありがとうございます、はい、これもいいですか？はい、すいません、はい、ありがとうございます、ございます。目はコブからコブです。コブからコブに、はい、ありがとうございます。ナイスです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ボール。ああ、お願いします。はい。はい、ボギーになっちゃいましたね。長いだけやっぱりタフな感じしますね。フォロー吹いてたんですけど、セカンドもロングアイアンとかユーティリティ使うことになると思うので、かなり難しい感じにはなっちゃうかなと思います。